前ね、なんでピアノ弾きよるときな、いつも足ブンブン振ってんだよ。足か、足踏み入りにしてんだよ。足だるいからそれは冗談。怖いな、怖いな、お前相変わらず。あのな、リズムが非常に大事。わかる？リズムってジャズピアノ弾くときってすごいリズム大事やろ。足踏みしてみもん、いっぺん。こうや。1、2、3、4。1、2、3、4。いくで。2、3、4、1。こう弾くときも、それからあとなんかこういうふうにな。それ嫌い。嫌いか、分かった。ほんなら何がいいかな。何でもええや。ほんなら隣弾いて。動いてる。お前そこか。動いてるところだ。ちょっと怪しいな。ほんで例えばアドリブするときも、ここで足が動いてるわけやんな。うん、1、2、3、4、1。これ必ず1、2、3、4。これが足とするやろ。うん、だから1、2、3、4、1、2、3。その前な、お前以外の人でもみんな足を踏み踏みしながらな、うん、これやっとんか。そうやな、足踏み踏みしながらな、足踏み踏みしながら弾いてる人は結構多いかなと思いますね。わざ今まで見た中な、うん、全員やっとったで。全然やっとったな、うん、そうやな、そうやな。10人ぐらい見たか、10人が10人やっとったわ。あ、ほんま、まあ、よう見てるな。うん、なんか気にしとってん、結構な。で、聞こう思っとって、まあ、30何回目や、4回目にして聞けたってわけや。ああ、そうやな。イナバーワー、やってみようか。イナバーワー。ああ、すごいな。いやー、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 ね、ね、かわいいやろ。まあ、それ置いといて、あれやんな、そう。かわいい話しようや。うん、そうやね、足を踏んで、紅白でんねん。紅白でんのか。でんのか。思考は現実化するいうて本あったで。難しい本をお前読んでる ね、うん、ね、そういう本を読んでるんや。せやすごいな、お前。だってビッグビジネスするにはやっぱり知識が必要ですや。ビッグビジネスですか。ちょっと言うてやろう、お前。ちょっと言うてやろう。前の人形や思うてる。お前エリーガンでるって何でもいいけど、視聴者の方にお前もう分かる、ちゃんとせ。髪の毛もお前ちょっとちゃんとしてるか。はい、お髪の毛はなちゃんとしてるつもりやけど、さすがにない、うん、もう痛みがきてな。痛んだかやろお前、最近パンパンかかってんじゃんか、この辺なんか。まあまあまあ、そうや、もうそれや。そういえばお前ちゃんと服綺麗か、これお前。綺麗や、綺麗や、ビューティーや。ちょっと待っとけお前、これちょっと拭いたら。怖い、なくされる、なくされる。これ知ってるわ、ペタペタ合いますね。イケアのや。イケアのな。うん、これよろしいよ。これね、いろいろゴミがね、こう取れるんですね、うん、こうやってやって。これほら、綺麗になってきたから。な、これ綺麗になったな。これや、これや。お前風呂入らへんから。あ、顔やめて。あ、ごめんごめん。お前風呂入らへんからな。うっせえ。これで、綺麗にしような。気持ちいい。これ綺麗になったな。気持ちいいね。これ綺麗になったら。うん、ありがとう。なあ、ほんまな、バッチリ仲間な、お前な。バッチリ言うなよ。バッチリ買ったわ。バッチリ、あ、ほんまにバッチリになるからな。バッチリ言うたよ、バッチリ。あたたたた。お前から悪いな、しっかり怖いな、お前な。ちゅうわけで、ちょっとキレだったな、お前な。うん、何の話してたっけ。忘れたか。うん、まあ、ええわ、話変えようか、ほんなら。うん、また話元に戻すと、はい、ピアノをこうやって弾いてるとき、で、必ずこうやってね、足をね、こう、動かしてるピアニストが多いっていうことだよね。それは、バチカブリお前のがよく見とったよな。僕が帰ってピアニストを見るときはいつもね、音を聞いたり、そのバチかぶりじゃない、バチかぶりだよ、あれよ、そのピアニストのね、手とかをよく見てるんだけど、足あんまり、うん、足の方にあんまり目がいけへんかったけどもね。さよか、お前はだってクラシックの人は足踏みなんかせえへんもん。そうな、クラシックの人は足踏みしたらおかしいやな、こうやって、うん、
ってやったらおかしいよな。いや、うん、だっておかしい。クラシックの人で安倍晋三せやな。誰だったっけあの人、あのなんとかっていう人、うん、誰だったかな、うん、誰かはでもダーンって足踏んだ人もおったけどね。さよか、うん、まあでもそのぐらいね、ダーンって踏むぐらいでね、うん、アクセント入れるときにな、うんうん、でもあんまりそれも足踏む音っていうのはね、ちょっとクラシックの場合は、うん、もうご法度やからな、うん、できへんわなあんまりね、うんうん、でちょっとみんながみんなやっとるな。ピアノ以外の人はせえへんのか。ピアノ以外の人もやってるよ。そうか、やってる、うん、あのギターの人なんかもこう足踏む、あギターをね、うん、あとそやな、サックスとかトロンボーンの人なんかはやりにくいわな、うん、そやな、サックスの人はあんま足踏んでる人は、うん、おるかもしれんけどな、中にはな、うんうん、おるかもしれん、おるかもしれない、うん、もしジャズ面で俺は足踏んでるよっていう人がおったら、あのまた言うてくれたらな、言うてくれたらいいわな、ね、そやな、うん、てなわけでですね、うん、ピアニストは大概足踏んでると、うん、でなんで踏むの、なんでなんでとして、それはもう分かるよね。足踏むということはリズムを取るということやな、うん、リズムを取るということはそのリズムを安定させるためにね、うん、足踏むんですね、実はね、うんうん、で、あのトン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 と、うん、足踏む、ね、普通にトン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 って踏む人もいるし、うんうん、それからこれがこうって大事やねんけど、2拍目と4拍目で足踏むね、これ今日の、これちょっと今日の話のね中心ですけども、うん、これを、オフビートとかね、オフビート、アフタービート、アフタービート、これは裏打ちとかね。あ、裏打ち知ってんで。あ、知ってるかお前、うん、やってみ、1、2、3、4、1、2、1、2、できたら1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、そやな、だから2と4でちょっとアクセント強く発音したら、うん、1、2、3、4、1、2、3、4、やろうか、3、はい、1、2、3、4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 、
いつもコンサートとか行くやんか。行くな。うん。それで、うっはっ、うっはっ、うっはってやってんねんけどな。なんか、一曲終わるとな、最後の方で、はっはっになってんねん。それオンビートって言います。ね、オンビート。これ表打ちやね。オンビートは、1,2,3,4,1,2,3 あーこうなってくるわ。あったん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 やな。そうやな。あれもう1,2,3,4やな。はい。それでじゃあとやると、1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3 ちょっとリズムが重たくなっちゃうわけね。なんかさ、その、1,2,3,4 の表打ち表打ちさ。表打ちでなんかジャズ弾いてみてよ。やろうか今からね。1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3 曲弾いて曲か曲何並ぶかな、あブルボサ弾いてブルボサブルボサはあれはボサノバちょっとちゃうんだけどね。あ、そうか。スイングやね。スイングじゃねえ、うん、スイング、スイングのリズムで。フライミッドザムマイ弾いて、まあうんああよいしょちょっと話や裏で取るなとか裏ハグで取ると1,2,3,4 やな。じゃあ、お前らアイドルでみんなこの1,2,3,4やってんのか？その通りや。僕の場合はね、僕の場合は、1,2,3,4 1,2,3,4って、これ足首としたら、1,2,3,4 1,2,3,4最初はいな、みんな貧乏ゆすりしようか思うとったよ。そうやな、貧乏ゆすりしてる人もいるかもしれんな。でも貧乏ゆすりに見えるもんな、あれな。まあな。まあ、しゃけど、まあ、いろんなところでね、足を取る、リズム取る人がいますね。かかとで取る人もいるしね。
それから別にワン、ツー、スリー、フォアでも1、2、3、4、1、2、3、4って普通にね、うん、全部4つ刻みで綺麗に取る人もいるしな。へぇ、うん、あの人は体で取る人もよかったら体で取ってもいいし。あ、怖いな。体で、うん、うん。こういうふうにね、こういうふうに取ってもいいし。うん、どこで取っても構わへんけどね、そんなの。でもそれで、何が違う、そういうふうに、そういうノリが出てくるんか。なんかノリが出てくるね、やっぱ足でリズム取るとね。なるほどな、うん、ノリが出てくる。やめて、何すんのあった、怖っ。ノリがノリ出てくる、ノリ出てくるな。ノリ出てくるんか、早か早か。まあ、そんなわけですから、昔僕はジャズを始めた時にね、うん、いろんな場合本を読んだりしてもと読んだりしてましたけど、うん、足でリズムを取りなさいみたいなことが書いてあったね。あ、やっぱり ご本にそんなふうに書いてあったのか。書いてあったね、うん、書いてあった、うん、でそれをちょっと実践したら体からもなんか湧き出てくるとかそういうんじゃなくて、ちゃんとやっぱり方法論として成り立っとんのか。そうやな、そういうことをしたらいいよとかね。だよか、うん、ただあれで中にはあの全然 足踏みしない人もおるで、うん、全然せずにもうきっちり体の中からビートがバーッと、うん、かっこいいな、かっこいいや、うん、そういう人もおるしな。ああ、なるほどね、うんうん、でもまあそういう人でも取ってはる時もあるみたいね。うん、うん、そうやね、そうや、すごいすごいすごい、そうやな、うん、そうや、だから体で取ってもいいしね、これはもうボーカリストなんかはあの大事だね、特にボーカルもやっぱし裏拍を感じてね、うん、あの歌った方がいいよね。でボーカルは愛を動かしながらなんか終わりやん。え、何何、ああそうやな、ボーカル足振ったらかっこ悪いからな、かっこ悪い、どうやってんの、だからこういう風に手でファーリーチューザム、あーそれか、とってもいいし、あれはもう体でこういう風に撮ってもいいよね。ああ、ちょっとエロいな、色っぽいな、色っぽい、色っぽいけどな、そうそう、セクシーや、セクシーや、セクシー、お前やってみ、ライミーとザム、oh, yeah. あれあれ、なんかおかしい、できへんでわい、ライミーとザム、あれなんかお前やったらなんかおかしいな、なんかなんかどっかの踊りやな、お前抵抗して踊った方がいいちゃうか、お前違うてや、お前だったらなんかこうこんな雪の白樺並木、なんかそんなこんな雰囲気やな、前とは前としてね、はいはい、まあそんな感じで、はい、アフタービートについてね、今日はね、はい、足なんでピアニストとかミュージシャンはね、ジャズミュージシャンは、うん、こう足踏みしてね、すごいね、なんか結構かっこいいからな、うん、あのライブ行ったら見てみてや、そうやな、うん、あのぜひ見てみてくださいね、ちょっと面白いよね、面白いかもしれないな、うん、うん、でそれにカッコつけて今日はアフタービートだっていうね、うん、言葉を、アフタービート、うん、裏打ちですね、ビートについてお話ししましたね。そうですね、でも昔はさな、あのさあな、まだ昔はよくあのガイタレっていうね、ガイタレっていうか、ねうん、あのロックバンドなんか来て、うん、クラップヨーハンドとかこう叩くやん、ワン、ツー、スリー、クラップヨーハンド、かっこいいね、クラップヨーハンド、ここまではええねんけども、さあね、今の若者はこうやってワン、ツー、スリー、フォー、これはほんのずっと出んねんけども、うん、昔の人たちは割と結構ワン、ツー、スリー、フォーやからね、うん、なんかあのステージの上とそれから会場とでなんか拍手する場所が違うで、なんか山彦のように響いてたのを覚えてますけど、うん、まあそういうこともちょっと微笑ましい、前もそれできへんからな、もうしまいにはな、うん、全部叩いたことにして、あ、全部叩いたこと、1、2、3、4、イエーイ、イエーイ、イエーイ、まあええねん、そんなん別にな、好きにやったように、自分のあとな、まあ迷惑かけへんように踊るようにもしてるな、なるほどな、踊るんやな、うん、お前も踊る、今向こうもちょっと踊ってみそう、かわいいなこれお盆持って踊りたくなるな、お盆持ってか、なんか勘違いしちゃうか日本の伝統芸能や、土壌すくいという踊りがありまして、ね、ちゃうや、ちゃうよ、ちゃうよ、あれか、土壌すくいじゃない、裸踊りか自分でやっててちょっとそれ想像してもらった昔のあれはね、会社の宴会を言ったら必ずね裸踊り、嘘や、いや、あれはね、いつだったかな、60年代とかね、あれほんまにやっとったんかな、50年代とか60年代はね、うん、会社の宴会といえばあの裸にネクタイだけつけてよ、まあ、とかね、ここでこうやってやるやつやろ、そうそうそう、そういうのとかね、あのアホやな、みんな、そう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 ね、バカちゃん、ほんまに昔のああいう時代よね、40年代、50年代とかね、うん、よ、憧れるだろ、よ、君なんかやりなさいよ、宴会をは、わかりましたとか言ってね、あの、わかりました、課長とか言いながらね、うん、あのサラリーマンがね、踊るとかね、あ、まあもう脱がれたら文句言えへんもんな、なんかほーい、すいすいすいとかなった、すいすいすいとかあったよねああいう時代やね、あれを椅子だからこうやってやるんかいや、あれはまた違うと思いますけどね、まあ、あの時代やね、あの時代、高度経済成長の時代ですけど、そういう宴会すごかったよね、あの時代ね、朝よかは、前見てへんから知らんけどな、どういう求められてもな、うん、でもあの時代の映画面白いね、うん、
すごかったな。社長太平記とかね、うん。駅前シリーズとか見たもんな。駅前シリーズとかな、うん、あれな。もう絶対あれもうね見たいね。ケーブルテレビね。いや、わいあのフランキー酒井がキモくてな。フランキー酒井ええやんかな、あの人がね実はドラマーなんですよ。わいなフランキー酒井今までかっこいい思っとったけどな、うん、ちょっとあの駅前キモかった。そうか。もうないやろ。あそこはもうめちゃくちゃかっこいいよ。かっこよかったな。フランキー。幕末太陽伝とかかっこええで。ああまあね、うん。僕らがフランキーのあのフランキー酒井のあの記憶がなドラマ。赤株健児も知ってる。その辺はねあれね。ポニーテールは振り向かないにも出た。あなるほどね。うん、であの人はねジャズドラマで、ね。ベーツかん、ね、ポニーテールは振り向かないで叩いてはった。あドラマ叩いてた？へえ。な。前見たで、かっこよかったで。そうやな。うん。なんかであの俳優でありドラマーであるっていう人はね若い人知らへんやろ若い人知らへんうん、うん、そやな、まあ、あとお笑いでは加藤茶さんとかねあの人もドラマやしねあそやなそバリバリ叩くよね、うん、うまい言うわそやなうまいねみんなね、うんまあ、そんなわけでいっぱい、俳優や、エンターテイナーでね、うん、ドラマもうまいよっていう人ね、うん、そういえばサミー・デイビス・ジュニアなんかめちゃくちゃドラマうまいねうん、あの人、うん、歌手ちゃうんか歌手やろ、うん、でタップはうまいやんか、うん、であれなんよあのドラマめちゃくちゃうまい、うん、やっぱりいいミュージシャンってドラマうまいかそうですねなんか今日のアフタービートにも関係するんだけども、うん、あのドラムをね、ちょっと勉強するといいですよ、うんうん、だから全国 の, あ の,、ね、あのドラムドラマドラム以外 の, あの楽器の人、うん、ドラムのところへドラマの先生のところドラムの欄に行ったらいいですよいいっすよ、うん、アフタービートがすごい身につきますねおやぜひドラムを叩いたいですねアフタービートを身につけるのと身につけへんのでは落ちないかまあそうやろうな、うんうんまあ、頭で分かっててもね体で出へんかったらあれやしまだなそういう意味じゃドラムをね勉強するといいですねおすすめですよおすすめはドラム僕のねあの生徒さんもねうちでピアノ習ってはった女の人やけどもね、うん、リズム感をつけるためにあのドラム習ってはるうん、うんやっぱりこうね、なんとなくリズムががっちり締まってきてるよね。締まってきてますか。そう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 。うん、ぜひぜひ、ドラムレッスンを。まあ、そんなことそうこうしおるうちにな、うんうん。リクエストタイムや。リクエストタイム。リクエスト来とるわ。あ、そうか。めっちゃすっかり忘れとったやろ、しゃべりに夢中になって。ほんまやな。これや。ラブのラブソングや。うん、お前この漫画知っとるかうるせえやつら知っとるか、うん、あうるせえやつらっていうのはあのタイトルは知ってんだけども梅干し殿下ちゃうであほんまあそんまあそうほんまお前何全然知らん全然知らんわうるせえやつらめっちゃ流行ってラブちゃんかわいいねお前ら譜面見えへんね毎日お前だけで譜面見えへんのなうっふん、もう一回最後は言わなくていいよあ、いいんかほんでこっからこうねそんな曲じゃなかったよ違うかなんか歌っててフランス語で歌っててあそうかめっちゃかっこよかったで、ね、あいいね、うん、であのフランス語でなせやフランス語ずるいわジュテームジュテームジュテームでまたでかっこいい
と途中でねアレンジ入れましたけどね、こんな感じで、うん、うるせえやつは。あラムの、ね、ラムもう一回弾いて、もう一回あの曲好きやねん、お前。というわけでうるせえやつら、うん、でした。やってみました。やってみました。どうだったこれ。これ難しいよ結構で、早く動くからね、うん、うん、そうですね。ゆっくりゆっくり響くのもええかもしれへんな。そうですね、こんな風に、うん、ボサノバにしてみたらどう。スローなボサノバやってみて。まあこんな感じかな。ええな。まあでも今日はちょっと早くね弾いてみましたけどね。早か。うん、そう。ラブのラブソングでの。そうや。じゃあね。ラブちゃんっていう子がおってな。ほう。ビキニ姿でなんかうろうろしてはんねん。おお、うん。で男の子をねめちゃめちゃ追っかけてはんねん。なるほど。男の子を追っかけてんの。そうや。で男の子はな、うん、浮気者でな、うん、いつもラブちゃんから逃げてんねん。あ、そうなんや。そういう話やった、うん、ラブちゃんってでもなんかすごい可愛らしいね、可愛らしそうな名前やな。ね、可愛いで、アイブレスラブじゃ思ってるやろ。アイブレスラブ、いやそんな知らんな。お、まあそんなわけでね、あの昔ね70年代アイブレスラブっていう人いましたけど、ね、飛ばきやがって。はい、まあでもその話をするとなんかあのねちょっとまあで、ね、いろんなボロ出そうだよね。いろんなボロ出そうね、うん、なんか変な変なこと言いそうなんでね。放送禁止を言い出すの。まあいいや、そう言って。そこまで。いやいやいや、いいから、うん、そうですね、ラムのラブソングね、うん、好きよ好きよってね、いいよね単語、あのうふんかね。はい、今日は、はい、夫婦なんや。そう、はい、今日はちょっといろいろね、はい、アフタービートの話からね、はい、ラムのラブソングから、まあ、割とこうちょっとね、たくさんの、まあ、深夜でなんか頭おかしだってもうダラダラやってんねん。そうですね、言っていいか、今もう25分経ってんね。もう25分、おすごいですね。寝るね、25分喋ってね。でちなみに今日はね、別の放送でね、ゲストの方ね、はい、いろいろ来てもらいましてね、面白い話、今から地獄の編集作業や。まあいいじゃないですかね、たくさんね、明日からね、ゴールデンウィークですね、勉強ですからね、はい、時間がある人は、ね、ね、まあ、見てくださいということ
って、うん、はい、じゃあ最後お前締めろな、はい、それでは、うん、皆様